次が、プタスとか、プタスの2回目だな。いやー、ちょっとこれはあの、申し訳ないです。ちょっと、あらかじめね。なるほどね。あらかじめちょっと言っておきます。ちょっと申し訳ないなーって。お、なんだろう。あの、申し訳ないのは、ちょっとあの、トータスさんに申し訳ないなと思ってるんですけど。なるほど。かわいそうに。じゃあ、申し訳ない。じゃあ、プテさん、お待たせしました。どうぞ。はい。タイトル、オリジナルです、これ。闇に潜むトータス。はい、とある町で深夜0時に怪しい男がいると通報が入った。近頃同様の通報が数件続いている。しかし近くの警察官が現場を見張っても特に怪しい人は見当たらない。一体なぜだろうか。はいはい、はい、これ通報してるのは足湯さんですか。あ、かもしれない。だからそういうことやんな。そういうことかもしれないっす。あいつは確かに捕まえられるパワー。まあ、まあ、いいえとしときましょう。そうかもしれないけどね。筋肉前もんな。そっか。はい。トータスさんは人間ですか。はい。おー。犯罪は関係しますか。はい。おお。関係するんや。怪しい男は警察官ではないですか。はい、警察官ではないです。ないんか。怪しい男、怪しい男がいる。はいはい。時間は関係ありますか。はい、時間は関係あります。深夜0時か。はい。現代日本で成立しますか。成立します。する。か、はいはい。か、過去でも成立する。はい、うん、そういうことね。いや、いい質問を出す。はいはい。通報したのは第三者ですか。通報したのは、第三者ではないです。なるほどね。第三者ってか、そのもうちょっと質問を細かくしてほしいです。怪しい男、怪しい男は通報しましたか、自分で。いや、違います。あ、違うか。あ、怪しい男はトータスですか。はい、怪しい男はトータス。あ、なるほどな。あ、はい。怪しい男は歌ってますか。怪しい男は、まあ、歌っているかもしれないですね。歌ってても問題ないです。歌っていてほしいね。エゴロックを歌っていても問題ない。おかしくないよね。全然おかしくないよね。顔は繋ってくるから。あ、だ、失礼した、間違ってた。いいじゃないですか、うまいんだから。警察官は男を探していますか。はい。同様の通報もすべて深夜0時ですか。あー、はい。トータスやな、じゃあ。あれ、深夜0時っていうのが大事なんでしたっけ。深夜0時は特に大事ではないですが。ああ、違うんや。まあ、あ、そう、深夜0時に起こってます、まあ、大事としましょう。深夜で大事です。これ、トータスはシンデレラですか。いや、違います。もうめちゃくちゃやって。そうなった場合、0時やからさ。0時ちょっと待って。うんだろう。犯罪の内容を特定するのは重要ですか。はい。お金が絡む犯罪ですか。いいえ。これは実話ですか。ああ、いや、違います。よかったよかった。実話ですか。実はだったら出さんだろ。確かに、なさやな、門外不出。トータスがやってるって言って、トータスの実装だったらやばいけど。第三者の肉体にダメージを負わす犯罪ですか。いいえ。どんな質問しかて。いや、なんか犯罪が見えてきた方が、どの犯罪が見えてきた。窃盗ですか。いいえ。痴漢ですか。痴漢、あ、痴漢、痴漢。痴漢、あ、痴漢ではないです。あ、そうそう、の女性に対して卑猥なことをする例ですかね。はい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 。じゃあ実話の可能性あるか。ないよ。なんか、あ、よかったよかった。あ、なかったか。
え、露出は関係しますか？はい。はい。はい。あるかもしれん。実話の。いいですか。自分のももを出す感じですか。それは。いや。落とすが。ああ、まあそれでもはい。まあ構いません。どちらとも言えないです。でも構いません。これじゃあ一回答えてみていいですか。はい。露出狂トータスは深夜見え道を歩いてる女性にパッと脱いで怪しい部分を見せたりしていたが、まあ外から見るとコートを羽織ってるように見えるので普通に歩いてるとなかなか見つけられない。あー、まあまだ不正解とします。あー、不正解。これトータスさんが当てるしかないんじゃない。だって確かにそうやな、あの経験から喋らせてもらうとノーフィクションもね、ノーフィクションもね。トータスは警察官のふりをしていますか。いいえ。ああ、違う。やったことありそうやな。ないよ。ないか。ああ、よかった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 。トータスは変態ですか。はい。はい。うん、そうやんな。トータスさんは変態ではないけど、まあ、ここのトータスは、この問題出てくるトータスは変態です。ああ、なるほど。やっぱトータスは関係あるんだよ。トータスは変態ですか。なんだろう。何が足りてないんだろうな。どこだろう。と自分のトータス出してるわけやからな。トータスのトータスを出してるわけ。よくない。よくないね。よくないね。人間ないからってよくないねみんなね。うん、これ銭湯って関係ありますか。銭湯は関係ないです。あ、ないんだ。そういう。ないんや。なるほど。怪しい男がいるっていう通報、あ、その見たっていう通報が入った場所は屋外の発見での通報ですか。はい、屋外で問題ないです。まあ、屋外。あ、これ警察官もトータスを出してますか、ちなみに。警察官もはトータスは知らないです。あ、知らない。はい、インゴの名前をトータスで配信上に載りますからね、これ。あの気遣って。警察官は周りが見えていますか。周りが見えていますか。周りははい、見えてます。ああ、なるほど。これはちょっとな、みんなに聞きたいねんけど、お腹が痛いからトイレに行ってきていいですか。はい、はい、いいです。ごめんなさい、はい、いいですよ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 、すいません。まあでもかなりいいとこまで来てますね。暗い深夜と見えにくい格好をしてますか。はい。あ、やっぱそうで、闇に潜むだから。ああ、なるほど。あ、あ、そうか。黒い格好をしてますか。はい。ボディペイントをしてますか。いいえ。ああ、黒のボディペイントして近づくと全裸だったみたいなのが分かるパターンの露出馬かなと思って。そんなことしてるんですか。まあ。近いです、かなり近い。なんだ、近いんだ。服は着てますか。どちらとも言えない。どちらとも言えない。ほん、全身タイツですか。いいえ。そう、俺のパクリじゃないですか。どこで怒ってた。俺じゃないからな。そうね。じゃあ、そうだよ、ちょっと時間結構来てるから、うん、そうだ。ヒント、ヒントは、トータスは世界の中でもトップだと言えるくらい自慢できるものを持ってます。おお、あるな。それはトータスのトータスが大きいってことですか。まあそっちの可能性もあるけど、今言ったのは違う。あ、違うんだ。ロシアのジョナファルコンが一番日本世界ででかいんだけど、それじゃない。違います。はい。逃げ足がめちゃくちゃ速いですか。いいえ。まあでもなんかそうだよね、何か能力が秀でてるってことですもんね。はい、トータスのところじゃないですか。それですか。でそれのおかげで見つかりにくい、まあ、ごめんなさい、はい、何かの能力が高いことで見つかりにくいことにつながってますか。はい、うん、隠れるのが非常にうまいですか。うん、いいえ。くれるし、何がすごいんだそんなに。それプテさんすごくて嬉しいですか。プテさん自身は、いや自分自身は嬉しくないです。嬉しくないんだ。
影が薄いことですか？いいえ。あ、色が黒いですか？色は、いいえ。色ってそれ肌の色。肌の色です。うん、いいえ、はい、いいえ。あ、違うんだ。松崎しげるパターンね。そうそうそう、そっちは。なんだろう。戸田さん、何なんすか？あ、じゃあ、もうちょっと言うと、うん、自分の世界一のものを自慢したくてこういう行動をとっている。トータスのトータスしか思い浮かばないけどな。あ、外見に関わることですか？はい。上半身の外見ですか？ああ、まあ上半身で考えても問題ないです。上半身でも。首から上ですか？首から上ではないです。腕ですか？まあ腕は含まれます。含まれる。あ、手深いですか？はい。ああ、そういうことか。答えます。はい。世界一毛深い男トータス、露出狂として、全裸で、歩いていても、毛で覆われすぎて闇に溶け込んで、見つけられることがなかなか難しかった。はい、まあ正解です。もうちょっとじゃあちょっと僕が深めて、画像もあります。いや、画像もあります。トータスさんの画像じゃないよ。トータスさんの画像じゃない。逆に毛めっちゃ薄いんよ。だ、俺じゃないです。はい。何の？すね毛なしようなんよ。すね毛本当にないんだ。世界一体毛の濃い人って、体毛生えてる場所の割合が 97% あるらしいんですよ。ちょっと待って、ね、森さんしれっと帰ってきて。あ、戻ってきたら毛深かった。トータスさんがお腹大丈夫？大丈夫でした、すいません。よかったよかった、よかった。別人でよかった。トータスのトータって言った時点からもうめっちゃ面白かったけど。トータスのトータス言ってからもうマシャカシさんなんかもうパオーンっていう感じから。パオーンおかしいって。画像はこれです。いかつい画像付きの画像。うわーやばー。これ黒いでしょ、この人。この人絶対載せられへんやん。黒いでしょ、配信に。え、これ載せない方いい、配信に。載せない方がいいじゃない。わかんない。いや、めとす。いや、世界一待望濃い人って検索してよ、みんな。これタトゥーじゃないんだ。はい。なるほどね。じゃあ答え、トータスはとてつもないほど毛深く、胸も背中も毛で覆われていた。いて、遠くから見ると黒い服を着てるようにしか見えなかった。彼は自慢の剛毛を試すように夜中に街へ出かけ、女性に近寄って笑ってみせた。警官に見つからないことは彼の自信につながるのだ、ということで。いや、トータスである意味はやっぱりなかったのド変態やった。まあだからとある町っていうのは田舎である必要があったのと、街灯が少ないね。続々といえば傷つけていってるけど。地域を。自分は主席でいい馬鹿んちにして。お前トータス。トータスのトータスとか言ってたしな、しかも。俺。やっぱね、せっかくね、一緒にやるからね、やっぱ誰か出さないと。面白い、面白い。また一番これワンチャンあるのトータスさんだなと思って、やっぱ。なるほどな。でもなんか、おまじさんもありそうって話だったんで、ちょそこは後で要議論にしましょう。あ、マジか。でも、毛深いんかな、俺って。トータスさんね、俺も毛薄いんよ、結構。あ、そうなんや。そうなんや。あの、胸毛とかも全く生えてない。すね毛もゼロなんです。ゼロ。すご。解釈不一致。めちゃめちゃ早く言ってるな。はめちゃくちゃ濃いわ、でも。じゃあ、トータスさん貼ってください、お願いします。はーい。俺やったな、どっちか。危ない、足張りそうになってて今。めちゃくちゃやって。それはもう見てるから。大丈夫。まあ、もういいよ。足はもうツイッターで見たから。